はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、去年から、はい、ディーカルチの曲を歌っていただいてるさやです。はい、さやさんです。さやさんです。はい、今年もね、開幕というか最初のコーレガンホールから見に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、何かいいですか。今年もどっかちょっと沖縄とか、ね、沖縄とか ね, ですね、ぜひ歌っていただきたいですよね。はい、はい、6月ちょっと何日でしたっけ。覚えてる。何日でしたっけ。覚えてるすごいよ。6月です。6月あるんで、はい、検討しろ、はい、ぜひ歌ってください。ぜひお願いします。はい、はいはい、今年も頑張りましょう。はい、はい、頑張りましょう。バンカーね、まあ今日で解散と、まあでも組んで結成して2年、うん、まあ山本も何度も言ってますよね、結果を何も残してないというかっていうのは、まあただね、ハイエンドとしてしっかりこの2年間僕は充実してやってこれたんじゃないかなと、まあベルトを取るっていうね、ベルトを巻くっていうのはね、実現はしなかったですけども、ただいろいろ挑戦したりとか、それぞれしっかり形を作ってきたんじゃないかなと、僕的にはすごくいいユニットだったと、本当に3人で最後こう迎えれてよかったなと、やってこれてよかったなと思います。はい、ただちょっと一言言わせてもらって、リング上のヤマトへの挨拶をすごい影長くね言ってたんだけど、俺に対する挨拶短いから、あの短い一言に全てが詰まってるんですよ。全てが、ね、詰まってるんですよ。あれそれだけみたいな気持ちが全てが、マイク持ってたらおい、ダブロンも最後の最後だよ、ね、そういうのが、これが、まあ、これがハイエンドですよ。そうです、本当に、本当にね、本当なんか申し訳ないです、本当ね、勧誘しては断られ、勧誘しては断られ、ね、裏切られ、もうね、本当僕のね、不徳のいたすところだと思ってます。本当そんな僕でも影虎さんは、はい、トップとして引っ張っていってくれっていうから、いやいやもう山田裏切られ裏切られ、本当象徴だと思うよ、マジで。はい、じゃあ本当にね、ハイエンドはありますけども、ドラゴンゲートはね、どんどん未来に向かってね、繋がっていきますんで、はい、はい、これからもドラゴンゲートを応援してください、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もうハイエンドで盛り上がる。さよならハイエンド。さよならハイエンド。さよなら。